さあそれではスカイウォードソードの続きやっていきます。さあ今回はこのラネル砂漠頑張って攻略していきましょう。さあというわけでじゃあまずは時空石をつっついてみる。うん、さあこれで帰れるようになってると思うんだけど、ここで戻ると何かちょっと違う感じにはならないかな。場所的にやる価値はあるにはあるけどね。さあ登ってみて、太古の花、ルピーもいらないんだけど、うん、枯れ草のところはきっと出てくるんかーい。さああそこも気になりますね。うん、ああいう枯れた大木も太古には何か違うことがあるとかないとか。うむ、登れる。さてまあ行くかよっ。うわあ、深い謎宝箱。お、なんだろうねこのルーレットメーター、なんていうかよくわかんないやつは。掘り出せるかどうか。うん、ピクミンだったら掘り出すんだけど、ルーレット版だね。さ、普通に上がってこられそうな場所でしたね。回り込んで、お、黄金色と黒飾り。なんかここまで普通のドクロが手に入らないとなると、ぶっちゃけ結構フィローネの森に一回戻った方が良さげな感じ。よし、さああいつは、うん、あでも上を伝ってこっちに来た回はあったかなと。さああれは、うむ、おそらく爆弾でまずは先制攻撃。あ、立て立て。あれ、一発意外残していきましたけど、足場になるだと意外だな。なんか今出た、あ、しまうか。お、シュピン、変わった。あっつあっつ、これで攻撃することもできる可能性。なるほど、お、なんとかアザミみたいな集落入れず。いやいや、これすり抜けていけるでしょうといういつものツッコミは置いといて、よし、ちょっとチェックしよう。ああ、さあ勝手にピヨった。注目対象の名称シャコマイト。砂漠に太古から生息する魔物です。体内に電気機関を持っていることが特徴、またかなりの長寿と言われます。彼は見た目より軽く質量を分散させる効果があるため流砂に沈みません。はあ、マジで、さすがに。なんか降りられない。
これをなんとか持ち上げたり、ユーザーの上で倒すという可能性。お、どこにでもあるマガタマ。シュキン。切ったからなんだっていう。謎の文様。いきなり切りかかってみたらどうなるかな。わっと結構回ってくるな。侮れない。よし、本来だったらここからこう進んでくるとこだね。高いところに登る価値はあるだろうか。特徴的なアイテムを落とすわけではないか。おっと、これはアブハチトラゼになりそうな予感。いいじゃん。ゆっくり近づけば逃げるっていうか、あまり反応がなさそうだからいいね。道中に何かあったりしないかな。ここからこう来てるわけだけど、この辺りは今見てきた場所だから大丈夫そうかな。これは届かなそうね。あそこに爆弾を入れたい。爆弾がビートルで爆弾を起動。頑丈。なんじゃこりゃ。タンブルウィードを手に入れた。回転草ともいう。この草は固く乾燥していて何かの役に立つかも。マジかよ。あの転がってるやつ、そんなやつだったの。あら、タンブルウィードはラネール砂漠などで時々地面を転がっています。材料として一般的に使われており、虫取り網で取ることが可能です。いやいやいや、もうちょっとあの回転アタックとかさ、普通に拾うっていうコマンドないのかよ。あれ網で取るの、なかなか難しいのでは。あれ、予測通りになっちゃった。うん、まあお金はってとこかな。ここに降り立ってはそこに投げ込みたい。なんだあれ、気になる。スタルチュラーではなくて動物の死骸かな。お願い、届いて。お、やったね。なんじゃ、まさかの。まあやってみるもんだ。動かせそうかな。一応ちょっと警戒しながら。虫かな。死骸かな。ただの死骸っぽいな。なんかあの草と重なってて、ちょっと、いや重なってないか。
普通に違いだわ。気になる。何もできないけど、これ取れないから楽に。無理か。まあ地道にじゃあストックしておきましょう。なんか鳥みてえのがいる。動かせそうなレールがついてるけど、うん、届かない。お前は干からびてたの？マジかよ。いや干からびてたのは言い方がおかしいか。お、た助けてけろー。さらわれたってあれか、この小さいサークルの中。まおいおい、外に出たらどうなっちまうんだお前。テクノボコブリン、テクノ古代の高度な文明から生まれた危険な武器を持つボコブリンです。その武器の電気に触れてしまうとしびれて動けなくなります。服装は当時のボコブリン族の流行です。流行、古代の頃はこんなすごいテクニカルなもの持ってたのに、なんで衰退しちゃったの。うん、ボコブリン以外の文明の可能性もなくはない。うん、しびれる。つまりしまって、ダメか。ああー、まあうん、すごい見つからない。いやいやいや、違うよ。あな、う、お言うこと聞いてくれ。よし、よかった。助かったけど。もう少しで奴らに電源抜かれるところだったけど、確かにあれだけ高度な文明持ってればバッテリーとか分かっちゃう。ん？お前ビートル持ってるけど、それはラネール製の旧型だ。助けてくれた俺にお前のそれ改造してもっといいものにしてやるだ。ちょっと貸してけろ。あ、見せられないよ。え、なんじゃこりゃ。フックビートルに改造してもらった。ハサミが大きくなって物を運べるようになった。スマブラはこっちだったのか。 ZL を押して見下ろしながら運んでいるものを投下することができる。え、うん、これでハサミの部分で物をつかめるようになった。だ、すげえ馬力。この先も気をつけろ。それで蹴ろ。うん、アイさん、うん、話変わらんか。なるほど。まあ檻が開いたから楽でいっか。さあ何かを運べる。あああれ、ちょ逆光まぶしい。これをガシッと取って、ほほー、よし。おっとっとっと。
女神キューブ発見。ちょっとゆっくりになるのが優しい。ブーム。うん？うん。お金だけ？あ、チュイーンとなる。わかりづら。いや、音は鳴ってるけど。あれ？なっとるやん。この中全体的に注意ってなるのか。音違うよね。気になる。ただ爆弾では何ともできない。まあ無駄かもしれんけど。まあだよね。さてさて、じゃあこっちかな。おっと、あ、間違えた。うん、難しいな。よし、当然先にモンスターをやっつけたいが、おっと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 、よし、もう一箇所。フラフラしよる。一度ジャイロがなんかブレ始めるとなかなか難しいですね。あいつが気になる。名前を調べたいけれど、意外と遠いな。直接ぶつけたーい。やったぜって言いたいけど、何者だあいつは。うん、注目対象の名称はビリッポ。うん、硫酸の中に生息する奇妙な魔物です。体内の特殊な器官で電気を発生させ口から飛ばします。突き出た目で周囲を伺い、危険を感じると逃げ出す臆病な性格です。どっかで聞いたな。うん、届かない。さてさて、どうなるかな。お、キャッチ。毎回毎回ここに爆弾入れていくってのもちょっとな。あ、便利だね。回り込んでここから爆弾落とすつもりでもあったけど。お、よくここ穴掘れんね。硬くない。うん、ここから届くかな。超短い。ダメだこれ。あ、あれ、持ち帰ってもらいたかったな。いっぱいなのかな。あー、取り落とすんだ。さてさて、
向こうに登りたい。うん、上のこれは花？ああ、なんか出たぞ。種、まさかの。これは関係なさそうだけど、まあ一応ね、チェックチェック。虫、あーっと、しかしどうするどうする。壊れちゃうかな。あー、壊れちゃう。風上見ておかないといけないっていうのはな、ちょっと。それか風下見てないと出てこない可能性。走ってってみる。うん、やっぱゆっくり近づかないとダメだね。うまくいってバシッとできればいいかも。よっ、よし。さて、ここ登りたいけどまだ登れないというか、違う場所から出ないといけない。マップ、お、トロッコらしきもの。ここからこう来て、ここで助けて、流砂がありまして、こっちからこうかな。こっちの方はまだ行けないよね。うん、じゃあ今のところは進むしかないかな。 OK。 はっ、ビートル君大活躍だ。トロッコにこれを入れて何かある可能性。あ、これで道を作れってことか。厄介な敵はみんなこれでやっつけちゃいましょう。あれ？しばらくすると復活する？マジかよ。どこに当てても良さそう。ふう、沈まない。場所をうまく考えた方がいいのかな。いけるか。ふう、オッケー。ルピーばっか。もう復活したか。うん、ちょっ、え、なるほど。爆弾でもいいっちゃいいよね。爆弾は流砂に邪魔されない。あ、ちょっと面倒っちいって感じだ。間に合わない。かなり早めにやらないとダメだな。転がした方がいいかな。
せ。あ、流砂で止まってしまう。時間かかるわ。当然ビートル君を使えばあっさりだと思うけど、パチンコで衝撃を与えてってことはできるかな。いけた。いや、一苦労だな。ふう、ギリギリ。なんか回せそうなネジ。よし、まあでも一応チェック。回せそうっていうよりか押せそうっていうのが正しいのか。トロッコがぐるっと来るのかな。よし、お、なんか、あー、そこに爆弾が。これはでもなんかうまくつながってない。登りたいけど登れない。トロッコを押して奥に限るか。ひびが入ってそうな壁。わっと、逃げるな。俺は落としておいていいのかな。足場になるやつだから落としていいか。さあ、これが吉と出るか。向こう側もちょっとやりたい。あ、ショートカット的なやつかこれ。なるほど、わかった。あっちはまあ仕方がないかな。そこまだ行ってないよね、あっちの方。寄り道すると虫がいっぱいもらえる。なるほどな。どうしようかな。シャバババババババ。よし、大量。よし、さあショートカットはできた。これはダンボールウェイドにならんか。これダメっぽい。よし、あの転がってるウィード取りてえな。あ、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 な、流されてるぞ。うん、なるべく上流でやらないと。下流に流されていくことによって何か使い勝手が出てくる。追加される。さてさて、まずは俺を、あっちに引き寄せたいけどちょっと厳しいかな。逃げられた。カムーン。シュワ、外した。まだチャンスはある。そこ、よし、ちょっと手がぶれたけど。さあ、ここから
一応上は偵察しておこうかな。わあ、滝みたいに流れてるよ。お、うん、早くフックショットかクローショットが欲しいみたいな。さあこれに乗っていけば何かいいことがあるかも。先にやっておく必要もあるのかも。俺はちょっと迂闊だったか。なんかちょあーマジか、古くなっちゃう。向こうは穴、お前はいらない。よし、この距離感ならまあいけそうかな。あっちに行ってもおそらくなんかめっちゃいいアイテムがもらえるわけではないとは思う。あ、逆流だとちょっときついか。奥に行くとこっち手前側、まあショートカットは作っておこうかな、落ちないように。ここ落ちないようにとか言ったけど、うん、これを投げといてビートルで取らせてってことできないかな。あれ、なんかうまく切り替えられないかも。ちょっと間に合わないな。できなくもないけどみたいな。こっちからがいいかな。おお、やるじゃん。砂の滝って感じ。意外とちょっと飛距離がないっすね。もう一押し。オッケー、じゃあ戻ろう。わっ、もうちょっとその俺が一番届くまで遠くまで行くのかな。難しいな。さあ別のエリア。さあマップ、なるほど、ここは風がないからタンボロウィードは流れてこないかな。一回撮ってみたかったな。うん、ちょうどセーブポイントもあるから今回ここで一旦区切っておこうかな。なんじゃこりゃ、ビートルくんがなんか大活躍しそうな予感。うっすらとなんか時空石っぽい色合いが見えてるかも。これはうん、あ、ここか。あ、たたたたた、行っちまった、危ねえ。敵もいますね。これがボコブリンの骨だとは。さあカモン。あー、しまった、うかつ敗北。
帰ってきてくれないのか。まあこれだけ待ち構えてたらなかなか帰ってこないよね。よし、オッケー。うん、さあ今回はなんていうか虫取りもしたし、爆弾でなんつったっけ、あのなんとか、ああ忘れた、アンモナイトみたいなやつなんとかマイト、いやー名前忘れたな。うん、まあいいや。あいつはあの貝殻を使って足場にすることができるの。かなりなんていうか硫酸に足を取られると頑張りゲージがガンガン減ってくんでかなり大変ですけど、まあ謎解き的な感じだったのかな。よし、じゃあ今回はここで一旦区切っておきましょう。なんかすげえ、うん、こういうなんていうか絶景を見るのもなかなか楽しいねこれ。うん、よし、じゃあまた次回よろしくお願いいたします。